はい皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。えー、昨日4月の5日のですね夜8時から SixTONES、えー、の公式 YouTube チャンネルにアップされ始めました音色の YouTube バージョンのミュージックビデオですね。これねちょっと概要欄見てみましょうか。えー、出会えただけで特別な毎日あこんなに世界が今光ってるという。 まっすぐで暖かいストーンズだけの音色というふうに書いてます十二枚目となるシングル音色は大切な人や仲間と出会えたことへの感謝と喜びにあふれたエモーショナルな絆ソングというふうに書いてますねそのミュージックビデオのメインのシチュエーションはどこか懐かしい雰囲気の秘密基地あなるほどストーンズメンバーの少年時代を彷彿させる子供たちと 現在のメンバー6名がまるで過去と現在をタイムスリップするかのように交差するとえーえー、集い笑い合う現在のメンバー6人そして走り回る子どもたちは演じずとも何気ない日常を特別な毎日として表現とうん、えー、河川敷のシチュエーションでは夕日が落ちる寸前を狙い撮影しどこまでも続く一本道は大切な人や仲間とのこれまでそしてこっからの わざとね、これここからじゃないこっからって書いてますねこっからの道のりを象徴しているとい終盤のアカペラパートありましたねラジオで一回聞きましたけどもアカペラパートは歌声と同様にそれぞれ個性の異なるメンバーの存在自体を周りに何もない夜の原っぱがより際立たずだ詳しく書いてくれますねこれ映像のことね誰も演じるでもない いつものストーンズだからこそなしえたまっすぐで温かい目には見えない6人の絆を感じさせる作品という。だってね今あのそのページの一番最初の画面が出てますけど何この木というか草がいっぱい生えてるところに6人の、まあ、これ少年ですよねこれはの映像が今ね映ってるところから始まるみたいですから。 なんか今までのまたね、ミュージックビデオ全然テイストが違いますよね。それでは、いっちゃいましょうかえ。私が今見てるのは夜10時40分ですから、配信されてから2時間ちょっと経ってますけれども、もう17万5216回視聴と、人気急上昇中の音楽、シャープ21となっておりますけど、これまだどんどん上がるでしょうね。それでは、いってみましょう。3分25秒、ストーンズ音色 YouTube バージョンと書いてある動画再生、ポコリンと。 さあ引っかかったっつってました、子供がね「わい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 って言いながらわあそして6人が大きくなって道の向かうああこのままジェシー僕ら一緒に歩いていこう」わー「わ森本君もいい表情はコーチ君もいい笑顔」でー「てテレ」「もうちょっと音大きくしたい」音を聞聞「音大きく大きく」「テててだけれ何だか今日はさ夕焼けに」みんななんか秘密基地の中入ってきたよ。 重なっていつもより、うわ、はぼれ入ってる、たがくん。もう何見えるな、伸ばしたこの髪型かわいいね、北斗くん。高ながららうわぁ、コーチくんの家が、夢となる退屈なんてしないけど、くらり、樹陸。で、見てほしい、片とろことろが、笑って喋ったる、森本くんいいね表現力。激しい雨、ジェシー。 打たれてこれも上にハーモニーが入ってる大学あら子供たち入ってきたよ出会えただけで特別な毎日ああこんなに大学世界が光ってるたまたまじゃなくここでいた変わらなくずっと入るうわはいいね構築君いいねほら君とだったらここへだっていいいいね森本君もいい表情あ 見たことないよねまだが知らない経色が出てく大学君といれば素直な音がすんだ柔らかい声 そそんんな自分がそう嬉しいんだーコーチくんほっぺたに指。ああ。わ六6人の間を子供たちが走って <laughs> 森本くんが子供のお尻叩いてる。わあい,いええぞ夕日が沈むところに6人と走ってく子供。でお大河くんの肩をポンポンする男の子。インスタントカメラっていうのはあれ渡してあ撮ってと。一人で大河くんがみんなを撮る。 いられないこの音って難しいわけでもないのにお太陽君一人になって道に前に五人がいて振り返る長が運命お大陽君なんかなんだ今の表情はなんかが見えたみたいなこうねいい表情してるね <laughs> さあ声だけ出会えただけで特別なわいい表情ジェシカ こうして僕らは今歌ってるいや <laughs> 素晴らしい歩いてきたんだ俺君とだったらどこへだっていけそうああ、これから見たことないよねまだ知らない音色ができてく君といれまあここのメロディーかっこいいね心地いい

ちょっと泣けてこなない、なんかあの子供たちが走ってくとこ森本君がポンポンとこうねお尻か背中が叩いてるみたいなちょっと引きの映像もそうですしあの大学の肩をこう叩いてね写真撮ってとやってるあのなんか6人、ね、今の SixTONES のあの6人のこう柔らかい温かい雰囲気とその子供たちの6人の何とも言えないこのあったかい空気感 いや、これ、あのー、全体的にね、この間の,そのラジオで一回聴いた時とまたより印象が柔らかくなって、なんかこれ映像を見て、見ながらだから余計にかもしれないですけど、なんか6人の歌ってる時の表情、ね、レコーディングで歌ってる時の表情も、きっとみんなこういう素敵な笑顔だったんじゃないかなという。に、ま、こ、あ、っと思いっきり笑うエラ語、エラ語じゃないエゴ。エラ語って何ですか。 笑顔を鬼、うん、かって思いっきり笑ってる笑顔ではなくてなんていうんですかね6人それぞれがこう大好きでお互い信頼し合って尊敬し合ってるからこそ出るなんかそれがこのミュージックビデオの中にあふれまくっていて先ほどその概要欄にもありましたけれども誰もこれ演じてるようで演じてないんじゃないですかね。 こここでまたこの曲のねメロディーと歌詞がすっごくこうなんだろう愛に満ち溢れてるというか何て言うんだろうなもちろんみんなメロディーと歌詞を歌ってるんだけどどこかこうね喋ってくれてるみたいなあの言葉でちゃんと説明するのすごくあの難しいんですけど歌ってるメロディー歌詞よりも 歌ってる6人それぞれの気持ちの方がこう言葉に乗っかってきてるっていうかなんかねものすごい温かい柔らかいそして優しい歌声っていうのがずーっと流れてる感じがしてもうこれはね技術的なものじゃないです多分。 うん、私もボイストレーナーでいろんな方の歌声を聴いてね声の響きがどうとかその高音の出し方口角の上げ方とかいろいろね技術的なことを見つけてはねお話をしてきましたけどこの楽曲の6人の歌声に関してはこれが歌に気持ちを乗せるという歌い方だみたいな。でもやり方っていうのがねこれをこうしたらこうなるっていうことじゃないんですよ。だっっってて気持ちが自然とと乗っかいっいるという こことだけででですすすかから乗乗せ方なんかないんんんいよよね乗っちゃうんですよこれしかも歌詞ねあの先ほど概要欄に出てたのもその歌詞だと思うんですけど今の6人が本当にそう思って歌うからこそ出てくるこのなんかこうこの心で気持ちで歌ってるような歌い回しだからこれ「12枚目のシングル」って書いてありましたけれどもこれが例えばねデビューして3曲目とか。 に出てきたらまたきっとその6人は違う歌い方をしてたと思うんですけれども回り回っていろんな経験をしてきて今12枚目のこのタイミングでこの音色という楽曲を歌うからこそ出るこの6人の何とも言えないこの温かさ柔らかさそしてこの気持ちがこのまた子どもたちが出てくる映像それから6人それぞれのさっきも言ったこう演技ではない自然なこうね 表情からももう見事に楽曲の雰囲気とこの映像のイメージが合致してまあ幸せな3分25秒でしたよこれ3分25秒でしたっけいやこれはすごいわだってもうほら6人はねもちろん歌声も安定してるし表現も素晴らしい6人のボーカリストですけれどもダンスもキレッキレで踊れたり時にはちょっとこうねなんていうかな 悪そうなワイルドな歌い回しとかそしてラップみたいなものもできるこの彼らがこんなに柔らかい表情をつけて歌唱するとか歌えるっていうもうこれはだからある意味またストーンズというグループの大きなこう強みというか武器がまた一つ増えたというかいやこんなのね 今映像としてとかこう出来上がった音声と映像合わせて見ててこんな感じで届いちゃうんでこう見てる側にこれライブとかで直接会場で聴いたらこれ泣いちゃうんじゃないみんなやっぱりでもっと気持ちがこもってくるからねなぜならもうお客さんたちがそこにいるとこに向かって6人が歌ってくれるわけですからいやまたすごい曲できましたよこれは素晴らしいね はい、もうだからもちろん安定した歌唱力ということ大前提の話ではありますけれどもも,うもはや今回の歌声を聴く限りはもうテクニックを超えたこれが一番難しいと思うんですけど気持ちをしっかりと音に乗せて届けられる6人のボーカリストになっちゃったよこの人たちというそういうね素晴らしい音声そしてビデオもね、えー、楽曲の方雰囲気とすごくきれいに重なり合って。 いい時間でしたね。皆さん何十回と見ましょうこれは。素晴らしい映像です。はい。そして歌声、そして6人の気持ちでしたね。はい。ということで今回は SixTONES の音色という楽曲のミュージックビデオだと思います。多分これね、YouTube バージョンというのが動画上がっておりましたのでそれを見させていただきながらまたまた思うままにお話をさせていただきまして皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠に。 ありがとうございました。